皆さんこんにちは。今季惜しくも4位で終わってしまい、2年連続の B クラスとなってしまった東北楽天ゴールデンイーグルス。この結果を受けて楽天は石井一久監督が退任し、今江俊明打撃コーチが新監督に就任する人事を発表。17日には就任会見が行われ、来季の準備に入っています。一方その裏では松井裕樹選手が海外 FA 権を行使し、メジャーに挑戦することを表明。今江監督は就任後、早速松井選手に対し、来年もやれたらいいねなどと残留要請。今季2年連続3度目のセーブ王に輝いた絶対的守護神の流出は避けたかったはずですが、今季開幕からの投球ぶりはメジャースカウトの評価が高く、松井選手自身も米大リーグ挑戦の意向も強かったため、10月25日に正式にメジャー挑戦の意思を球団に伝えたと報じられました。今江監督の新体制は始動したばかりですが、いきなりの戦力低下は避けられないでしょう。ただこの決断にある球界 OB は、メジャーの話がなくても出ていったと思うと発言し、その理由に楽天は生え抜きが長くいる球団ではないと話していたそうです。実は楽天、最近ではソフトバンクが話題にいるためあまり目立っていないのですが、負けずと劣らずフロントがやばいと言われているチームで、今でも様々な問題が浮かび上がっているそうです。一体どんな問題があるのでしょうか。そこで今回は楽天の球団フロントの問題についてご紹介していきます。2004年にオリックスと近鉄が合併し、その空いた一枠に2005年に新規参入で誕生した東北楽天ゴールデンイーグルス。当初は弱小球団でしたが、その後徐々に力をつけていき、2013年に初の優勝と日本一をマーク。今では中堅チームといった強さで毎年 A クラス争いを演じています。その楽天に所属し、長年チームの勝利に貢献してきた選手の一人が松井裕樹選手。2013年にドラフト1位で入団すると、2年目の2015年からクローザーとして活躍。一時期先発やリリーフ転向もありましたが、基本的にはクローザーを務め、まだ27歳と若いながら通算で236セーブを記録。登板数も実働10年で501試合と素晴らしい成績を上げており、今季は抜群の安定感で59試合に登板し、2勝3敗39セーブ、防御率 1.57 を記録。メジャーからの評価も高く、今季海外 FA 権を行使し、メジャーリーグ挑戦を公言しました。球団としては引き止めるつもりですが、メジャー挑戦はかねてからの夢、退団となる可能性は高いでしょう。チームとしては大きな痛手となるでしょう。そんな松井選手の海外 FA 権ですが、先日球団 OB からこんな声が届きました。メジャーの話がなくても松井は出て行っていたと思うよ。あそこは生え抜きが長くいる球団じゃないから。そう語るのは10年代に活躍した功労者の男性。ピークを過ぎると戦力外通告を受け、球団職員などのポストも用意されなかったといいます。年俸が高いのは戸様ばかり。見た目の年俸総額が高くても、もらってるのは FA で移籍してきた浅村秀人やメジャー帰りの田中将大でしょう。試合で使われるのも移籍組が優先されて、生え抜きにはチャンスが少ない。年俸5億円の浅村選手や年俸2億円の鈴木大地選手など他球団から買い煽りを食ったが、茂木栄五郎選手や銀次選手といった生え抜き選手たち。茂木選手は今季8試合出場にとどまり、銀次選手も6試合に出たのみで、シーズン後にまさかの戦力外通告を受けました。特に銀次選手の戦力外は物議を醸しており、2005年にドラフト3位で指名され、2013年の優勝、日本一にも貢献し、ここまで長く球団を支えてきた功労者に対し、ファンへの別れの挨拶もなく切るのはどうなんだと批判が殺到したのです。この戦力外の通告をはじめ、フロントに対し不信感を募らせている楽天ファン。その現在のフロントについて、先の OB は、
楽天というと三木谷博文オーナーの現場介入がとにかく言われるが、三木谷さんは近年はあまり野球に興味がない。それよりも幹部同士のポスト争いが激しい。外国人選手も含めて自分が連れてきた選手を現場にねじ込んで手柄にすることが常態化していると現状を嘆いています。また球団トップの交代も目まぐるしく、森井茂之球団社長が就任したのは今年7月という異例の時期。22年1月に就任した米田洋介前球団社長はわずか1年半で事実上の更迭となっています。石井前監督は18年9月から編成トップとしてゼネラルマネージャーに就任し、21年から GM 兼監督として23年まで兼任したものの、今季は兼務を解かれて監督に専念、編成権を球団に戻した形ですが、ここでも問題が生じています。他球団の編成担当はこう酷評しています。編成の窓口がどこなのか全くわからなくなった。トレードを持ちかけるにも誰と話したらいいのかさっぱりわからない。こんな球団は他にない。実際23年に入ってから楽天が絡んだトレードは一切なく、新外国人などの補強もストップ、編成部門が事実上停止したまま今季を戦っていたことになります。現状ではプロ野球の球団として戦力を整備する体制が整っているとは言い難い状況です。編成はいわばチームの勝率を左右する部門です。そこが機能していないとなると話になりません。また今季オフには戦術の通り銀次選手といった功労者や住谷選手といった外部から補強したベテランも戦力外になっています。住谷選手は100歩譲ってまだわかりますが、銀次選手のような生え抜きで長らくチームに貢献した選手には普通ファンに別れの場を設けるために事前に通告して情報を公開することが多いです。阪神の鳥谷選手や能見選手は事前にファンに通告し、退団前の最後の出番を設けてセレモニーまでやってました。もう少し遡ればホークスの松中選手もそうですね。ですが今回の銀次選手にはそれがありませんでした。その結果ファンの反感を買っています。これもフロント側の判断や編成がずさんなのが原因と言えるでしょう。もちろんプロの世界なので戦力にならないと判断されれば当然切られます。しかし球団に大きく貢献しファンにも愛された選手にはせめてそういった別れの場を設けてほしいですね。最近はホークスが功労者を多く切っていることから何かと話題になっており、あまり目立っていませんが楽天も十分問題がありそうです。松井選手が海外に行かなくても FA したいという話はあながち間違いじゃないかもしれませんね。とはいえ今は改革期に入っている楽天、ここまで2年連続 B クラスですし、反省して内部組織など見直すにはちょうどいい時期でしょう。2013年以来優勝できていない楽天ですが、来季久々の優勝に輝くことができるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。